明恩寺は、群馬県桐生市西久方町一丁目にある高野山、新恩州の寺院である。三号は、陽道山。陰号は、寺工院。本尊は、不動明王。桐生市街地の西北部にあり、山手通りに面している。南は、若工院に隣接する。明恩寺の前身にあたる全名院は、堤村古本基にあったが、天正13年頃に現在地に移転した。 完成年間と天保13年の2度の火災によって、解散や回帰、それ以前の歴代住職は不明である。現存する仏像や石塔から創建は、天文以前と見られている。天保の火災では、本堂やサザエ堂を焼失したが、百観音のうち25体の観音像が現存している。現在の本堂は、鉄筋コンクリート造りで、昭和3年に完成した。 第26代住職、村上雄孫は、様々な武道に通じた格闘家としての面も持つ人物である。平成元年の男神都会館全名格完成を、木に、青少年の育成を主目的に道館を道場として立ち上げたのが、日本武道は門会。自らのバックボーンである、沖縄松林流から手道や古武術等のほか、逆輸入武道である、 ブラジリアン柔術や日本発祥ではないキックボクシング、と、さらには子供向けダンスと幅広く指導している。ありがとうございます。